白川市の県民リポーター片野雅人です。今日は白川市で長年愛されているバッティングセンターを紹介したいと思います。それがこちら、レンタルビデオ店と同じ建物にある朝日ステーション改めレイスタジアムです。朝日ステーションは30年以上前からある娯楽施設です。一時閉店した時は私も驚きました。しかし実は今年の4月リニューアルオープンしていたんです。中へ入ってみましょう。入ってすぐにあるのがバッティングコーナー。これは朝日ステーション時代と変わらないですね。そして反対側にはストラックアウトコーナー。ボールを投げて全部で9つある的の縦横斜めいずれかの列すべてに当てるゲームです。私も子供の頃に友達とよく挑戦しました。懐かしいですね。オーナーの吉成翔太さんです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。一時期休業していたのでびっくりしました。はい、去年の8月から今年の4月までですね、休業いたしましたが、4月からレイスタジアムとしてまた再オープンいたしました。いや本当に嬉しいです。球種の方も球速80キロから130キロまであります。ソフトボールもありますので皆様楽しんでいただけたらと思います。またこれからカフェを作っていきたいと思っておりますので、皆様そちらでゆっくりお過ごしいただけたらと思います。